はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、前回ですね、まあ伏黒宿儺 VS 200% 紫の五条先生戦わせたと思うんですけど、まあそれによってですね、五条先生がまあ3体になったわけですよ。まあこれはちょっと後でこれ、200% 紫の五条先生に変身させるんですけど、で通常の五条先生、そして、学生時代の、五条先生がいるんですが、今回3体揃ったということは、五条悟の塔久々にやっていきたいなと思います。で、ちょっと先に言っておかないといけないのが、五条先生無加減で通常攻撃、さらにはまあ、術式も宿儺とか以外の相手だとダメージをほとんど受けません。もうそれを踏まえた上で今回もういろいろ考えて、ガシャを作りました。で、あと通常の塔だとめり込んじゃったりとかちょっとしてしまうので、ここで1回2回3回と一気にやります。だからちょっとご了承ください。で、まず1回ですね。1回の学生時代の五条先生、まあこの五条先生はね、この特許の五条先生の半分ぐらいの強さなんですけど、無加減が入ってるので、はい、このようになっております。ダコン、領域展開だったらダメージが入るということで、ダコン、そして、ジョーゴですね。ジョーゴも、領域展開が打てる。で、こちら伏黒杜氏は、天の逆鉾があれば、五条悟に勝つことができるので、まあ、勝つというかかなりダメージを与えることができるので、今回は杜氏、そして、ジョーゴ、ダコンが多めとなっております。はい。で、ここに宿儺を入れたいんですけど、宿儺を入れちゃうと1級の五条先生絶対宿儺に勝てないので、もう宿儺を引いた瞬間勝ち確になっちゃうから、これはちょっとなんかガチャとは違うかなと思って、こういう感じにしてみました。はい。で、次2階なんですけど、2階、こちら特級の五条先生に対しては、当時、で上言で宿儺1体いればいいのかなって思うんだけど、まあ一応ちょっと今回2体にしてみました。どうなるかちょっと本当に分かんない。今回一応あえて反転術式残してあります。はい。反転術式はまあある程度の呪力がなくなるまで体力が回復し続けるっていう恐ろしい能力なんですけど、特級呪術師の五条先生はあんまり反転術式発動しないんですよ。で、200% の五条先生はすっごい反転術式回復するので、まあそれの違いも強さの違いになるかなと思って、今回は反転術式はオンにしております。はい。だから宿儺も反転術式ちょっと使うわけなので、だからここがどうなるかな、宿儺出た瞬間勝ち確になる可能性もある。まあ正直わかりません。で、次3階はさっき言ったように反転術式がすごいこの五条先生が多いので、どんどん回復していきます。回復していくんだけど、強さもなかなか強いので、宿儺ですね。宿儺3体、伏黒宿儺入れるとこの紫五条先生、まあ負けるか勝つかわかんないんだけど、まあほぼ確で負けちゃうんですよね。だからまあ宿儺と、宿儺だったら五条先生絶対勝てるので、1体だったらね、1体相手だったら。でもそっからわかんない。だから宿儺を2体引く、もしくは宿儺1体の、伏黒杜氏とかが出てきた時にどうなるか、だからかなり面白いんじゃないかなと思います。はい。というわけで、じゃあまず1回からいこうか。これ一気に引いていきますね。一気に引いて、その後ここで一気に戦うと。ではまず学生時代の五条先生と戦うのはこの3体。あ、ちなみに3体ずつですね、全員。はい。あー、ダコン、これ当時来ないとやばいよ。あ、やばい、これ当時来ないと。おー、まあいいんじゃない、バラバラで3体と、これですね。はい。というわけで、じゃあ次、2階、特級の五条先生と戦うのはこちら。あー、当時ね、ちょっと こうやってやると分からなくなっちゃうから。はい。あー、当時いいじゃん、いいよ。ここで宿儺、当時、まあでも面白いかもしれない、これはこれで面白い。では次、ここはもう宿儺は絶対1体を確定、ゲットしとかないと負け確。いきます。はい。やばい、ダコはまずい、待って、ダコはまずいって。はい。おい、宿儺、あー、うそー、マジかよー。待って、宿儺、ちょっと待って、なんでダコ、僕ダコンとジョーゴ入れた、いいじゃん。当時、宿儺4体の当時5体とかでよかったじゃん。やばい、これはちょっと動画的に。まあでも仕方ない、もう今度やり直しなんかしないから。やり直しはしません。はい、というわけで、じゃあ、1級の五条先生ですね。はい、こちら無加減入っているんですけど、では行きましょう、ダコン。まあダコンは基本的に通常攻撃しても五条先生にダメージを与えられることはできないんですけど、領域展開を打って、ダメージを与えれば、
あの攻撃すれば支流竜軍とか、うきたー、これこれ、さあこれでどうだ、さあ簡易領域で、いやそうそうほらダメージ入る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 、よしよしよし、そうそうこれ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 だよ、素晴らしいと思わんかね。さあこの領域展開によってシルリーグによっていろんなところからお魚さんが、魚は僕らを待っている、うわめっちゃダメージ入る、あれもう想像以上のダメージ入るぞ、あれこれ待って、一級残した先生、ダゴンに、ダゴン強いか、ダゴン強いな、半分半分減った、半分どうだこれは。まあでも逆に言うとこれジョーゴも領域展開打たないとダメージを与えられないからそこが難しいところ。さあ領域展開打つのか、そしてあ、どっち、今ゴーって落としたけど、これはいや極のマインすかしたか、今どっちだ、領域展開ではなかった。さあ領域展開打たないとダメージ入んないよ、ジョーゴくん領域展開外観鉄線打つんだ、さあ打ちたまえジョーゴくん、打つのだ、打ちたまえ、ダメだ全部止められてる、直前に止められてる、無加減に止められてる、いやでも200、うわあ紫だ、紫、え自爆した今なんかあれなんだ、撃つのジョーゴが止めたのかもしれない、わかんない、なんかすごい、あれ、あー外観鉄線、さあしかしジョーゴの体力残り体力71、どうだこれ、耐えるか耐えるのか耐えるのか耐えるのか、ちょっとでもダメージ与えるか、どうなんだジョーゴ、いけ頑張れジョーゴ、耐えろ耐えろ、耐えてちょっとでもダメージ与えるんだ、素晴らしい素晴らしい、いぞ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 、あーすごいすごい、ジョーゴナイス、よく頑張ってる、あなたは頑張った、お前は強い。さあ残り体力36、そしてこれはいけるでしょ、天の坂岡、天の坂岡で体力0、え0、いやーやっぱ当時強いわ、きたきたー1勝目、いやダコン、ジョーゴめっちゃ頑張ったじゃん、すごいすごい、そして当時もやっぱり相変わらず強いね。ではまず1勝ということで、じゃあ次特急の特急の五条先生 VS 三当時です。さあどうだ特急強、えなんすか、あー君か、君に撃とうとするのだかわいそうに、いけ、さあどうだ、どうダメージ与えることできるよね、確か天の坂岡を持てば、あそうだねダメージ与えてる、問題はこれ当時がどんだけダメージ与えられるか、これ逆にさ当時3体ってことはさ、この最初の1体目の当時でも勝敗決まっちゃう可能性があるんだよね、100とかしかダメージ与えることができなかったら、あれもうこれやんなくてよくね、残り2体、残り2体同じ体力の減り方じゃねみたいな感じになっちゃうから、ちょっといい感じの接戦になってくれたらありがたいな。で正直あのもうここで勝つしかないのよ、ここで2勝するしか勝ち目はありません、まあ、はっきり言うわ、あの絶対勝てないから、200番紫に少ななしで、いやわかんないわかんないけど、いや無理でしょ1級であんなギリギリ、ギリギリではないけど、いやーそうね、今これ反転術式で回復多分若干してってる感じかな、おそらく。まあでも特急の、五条先生はあの反転術式の回復量そんなに高くないから、まあ早めになんかそうあの回復が解けるんじゃないのかな、そうかあのダメージ与えてもね回復してっちゃうからね、それが解けた時にどうなるかだね。さあでは、2体目の、当時、当時くんどうした、当時くん戦えたまえ、さあ行くのです。そうで当時これ結構前のアップデートでそのブロックに引っかからなくなったっていう、だからかなり強化ですね、強化、あの一瞬でも間合いを詰めることができるので、であの暴走当時か悩んだんですけど、暴走当時ねなんかね感覚的にちょっとチラッと僕ちょっとやったんですよ、あのとあの五条先生と戦わせてみたんだけど、やった感覚幽運をほとんど使う、だからこっちの当時の方が天の坂鉾を使うイメージがあるので、こっちの当時にちょっとしました。はい。あっちだとなんかね、言うやら、ちょっといろんな技、武器を使う関係でね、ちょっと無加減の五条先生ダメージあって、ちょっと待って、待って、おいみんな、これもう終わりじゃないか、ちょっと、向こう行ったぞ、おーい何やってんだこれはもう死を消したと言っても過言ではないのでは、これ。これもう決まったでいい、これちょっと多分これ、いやでも分かんないか、いやーダメだな、もう体力がマックスになってます、これはちょっとそうだね、まあ一応見ますか、うん、一応見、なんかさっきからあの五条先生があそこの当時にずーっと狙いを定めてんだよな、あれもうここの当時あんま相手にしてない、ほら向こう向いてる、ほら俺はあいつを倒したいんだみたいな、
言わんばかりに体力800、そしてこっちの当時の体力が71ということで、まあまあ一応最後まで見ますが、やはり反転術式がちょっと強すぎるね。はい、やっぱり反転術式はちょっとこういう感じの時はオフにしないといけないかなっていうのはすごい、実感しました。はい、というわけで、850ということで、はい、これどうしようね、これはどうしようか3試合目やる必要あるかな。まあでも一応やりましょうか。じゃあね、よし、ではここに置くことによって OK。 さあこれでまあ一応五条先生が 200% 紫の五条先生になったので一応やりますかいきます。さあこれはどうやったら勝てるかな。領域展開をまあ早めに打ってもらって、まあダメ、いやでもな、正直だって反転術式で多分ね、五条先生これ3体分ぐらいの回復量があると思うんだよ。3体まあ体力2倍とか、体力まあ体力2000とか2500って思ってもらえればいいのかな、あの回復量的に。さあしかしここで領域展開シュルルーグを出すことによって、ちょっとああ無加減で全部は全てを無に返される、この悲しさ、まずいですね。これはこれは死にますよ、さよならです。いやていうかさ、昨日一昨日の動画か、初めてこの 200% の紫五条先生を紹介したと思うんですけど、その時ちなみにこれ当時は無加減、無加減というか無力除効かないので出しました。はい、なぜか効かないという能力がある、なぜかというか原作通りね、効かないという能力があるので、術式を持ってない、術式じゃないから効かないっていうね、だから一応出しました。でなんかさ、五条先生なんかこれ紹介した時にさ、上後が丸焦げになってたじゃん。あれやっぱ塩っぽくて、あれすごいよね。あれでも何で焼かれてああなるんだろう。まあ上後の首だけが残るっていうのは知ってんだけど、あれ多分かなり特殊な例だと思うんだよ、あれ燃えたっていうのは。だからなんか紫かなんかでやられるとああなるのか、ああいう仕様なのかちょっと分かんないんだけど、ちょっとあれはあれはかなりレアだよね。さあそして今見てもらったら分かるように、もう反転術式がエグすぎると、回復力がすごすぎるんですよ。どんだけダメージ与えても、またすぐ回復する。まあもちろん限界はあるんだけど、この回復量にもね。でやっぱり回復のなんか速さもちょっと他の五条先生と段違いだし、やっぱりそこは強い、紫だけじゃないね、強さは反転術式の強さっていうのがありますね。さあそして最後に上古君、上古君頑張りだまえ、もうずっと外観鉄線打つしか勝ち目はないぞ私は信じている、上古君がここから奇跡を起こしてくれること、ほとんどの人がブラザーバックしているかもしれない、しかし私はそんなことを感じん正直私ももうこのままいつもの曲を流したい、てん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 って曲を流す、紫だー、しかし私は上古君を信じている、この体力差外観鉄線だ、最後にまだ先生まだやりますと言わんばかりに外観鉄線、しかし簡易領域が全然減らない簡易領域少なの時と違いすぎる、会員領域が全部もうダメージ食らってないようなもんだ、そして無料空所でやり返されて原作通りさよならと。はい、というわけで、今回五条先生のとまあ1回は勝てたんだけど、やっぱり2回以降厳しかったね。やっぱり両面スクナが出なかった、そこだね、もうそこにかかってるわ。1体も出なかったからね、スクナ。まあでもこれはちょっとね、まあこれがリアルということで、はい、ガチやらせなしのガチということで、まあ、よかったんじゃないかなと思います。この回復力やばいんだよな。というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあお疲れ様です、バイバーイ。